長江毛戦五家は毛戦五家科に属する食虫植物の一種。北半球の温帯域原産で日本では外来種として一部地域で定着している。北、アメリカからヨーロッパにかけての北半球の温帯地域を原産地とする。養身の専門から粘液を分泌することで小さな昆虫を捕らえる。カキは春から夏にかけてで白い花を咲かせる。 洋変からでも繁殖ができる。湿地に生育する。日本では2002年に岡山県、岡山市や微前市などにある湿地に定着しているのが確認された。この地域では他にも多くの外来食中植物が野生化しているのが発見されており、マニアによる悪質な意図的植栽と見られている。在来種の盲腺ぼけと交雑する。 可能性も指摘されており、遺伝子拡乱の問題が危惧されている。こうした岡山における外来食中植物の問題は、地元メディアに取り上げられ、駆除も行われているものの、新たに植えられた外来食中植物が見つかるなどして、根絶に向けた対策は難航している。ABCD 上村修治、勝山照夫、清水の博、水田光夫、森田博彦、広田慎奈。 池原直樹、日本気化植物写真図鑑、第2巻全国農村教育協会、2010年12月24日、ISBN 978から4から881371558。P58AB 88片岡博之、西本隆岡山県における、外来食中植物の侵入状況、その2、 岡山県自然保護センター研究報告第13巻2005年21から28ページ2011年9月9日閲覧岡山県自然保護センターありがとうございます